どうもこんにちは、ナツでございます。先日チャレ15に超越アルテミスで挑みまして、無事負けました。あれは理不尽でしょ。ウォレス2回って何ですか。なんで今回はね、まあガチガチの、まあガチガチといっても、こちら、超天聖アルテミスもね、強くなったということで、超天聖アルテミスをパーティーに入れながら、チャレ15をね、ぶっ飛ばしていこうと思います。まあ無交換2パーティーなら負けないでしょう。さすがに。まあハルクの枠がアルテミスに変わってるって感じですね。代用になってんのかな？ドロップの供給的には悪くないかもしんないけど、火力はちょっとハルクの方がさすがに上だよね。やってみよう。さあ、まずは変身がちゃんとできるのかな。威嚇ある、威嚇めっちゃある。威嚇がめっちゃあるね。なるほど、一旦これいらん。でこれ使うじゃん、で貯めるじゃん。待って、ギリギリたまんなかったわ。マジか、1回の威嚇では誰もたまんないんだ。これ耐えれないよね多分ね。牙5個出さないといけなかったのかな我々。あははは、は94万だって。木を出さないといけなかったんだよね我々は。木を出していたら耐えれる。威嚇もう一回ぶち込もうと思ったけど真ん中が動いてねえからぶち込めない。ふざけんなよあいつ。右だけぶち込むとかないんだこのゲーム。悔しいの。ノッチが次溜まる。次は緑ソニアなんで割合だよね。大丈夫だね。じゃあ OKOK でぶち込んどこ。威嚇使えるとこで使っといて、マリちゃんもねケプリで使いたいわけですから。ケプリでいいんだっけあの子で。シーハルクで突破する。ハリーいらんか。ハリー優先しちゃったけどゼロですね。列ないっすね。やっぱリンは組まなくていいと。いや毎ターン変換できるってすごいありがたいことなんだなと僕は再確認しております。現在そして木が多すぎても全然このパーティーはいい。ありがたいですね。最悪他のドロップが6つあれば無交換図は組めますから。そして9コンボ加算ということで。それでも10コンボはいくと。素晴らしい。お早い登場で。これはねテミちゃん使ってもいいんだけどそんなになんだよな今。私たちのパフォーマンス楽しんでね。そんなになんだよな。使わないとかわいそう。もったいない。もったいない説は。いや、フドミョンまで取っとく。それが正しい気がする。あの子硬いっすからね。そうか、フドミョンでも使いたいのか。マリエルは。うわぁ、半分いくの感動。火属性になるのはね、悲しい。悲しいっす。超越アルテミスパーティーね、こいつ半分いくのまず厳しいんだよね。シーハルクその環境トップ15にこそ入ってませんけど、やっぱ貴族船の中ではね、ぶっ壊れてる方ですよ。悲しくなるな。推しでクリアしてなんぼなんだけど、この環境ね、超越アルテミスを使うよりかは、超天聖アルテミスをね、サブに入れた方が全然強いっていうね、この環境が悲しくなりますね。ここで、ケプリカ。まあ、じゃあ使っときゃよかったな、さっきのターン。もったいないことをしたね。マリエルはね、ダンジョンが分かってればやっぱ先に撃つのが強いんですよね。絨毯ないんだって。今気づいた。大丈夫それ。それ大丈夫ですか？これアルテミスの副属性変えるんだったらシーハルクの副属性変えた方が良かったか？その説あるよね。どうなんだ、火力出すんかアルテミスって。覚醒的には結構頑張れそうなんだけど、今回超覚醒は L 字にしてしまってるので微妙かもな。
ノーチラスのね、そのノーチラスって全然強化受けてないんですけど、多分初登場。ここで溜まっちゃうのか、裏。炎波として使うわ、じゃあ。悪くない炎波だぜ。4ターン、チーム内の貴族性1体につき、攻撃力上昇、回復も上昇。ということは、シーハルクの後に使った方が良かったのではと思ったけど、回復力はシーハルクの方が上。飛ばせんのこれ。飛ばせる？怪しくない？飛びますこれ。なんか僕は飛ぶとは思えないんだけど。まあ、可能な限り木は出した。はい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 。木の落ち込んが入っていく。おらよ！いけるんだ。これに感動するわ。今シーハルク2枚使ったのが正解だったか。盤面次第では僕シーハルクを2枚使わない可能性もあったと思うんですけど、シーハルク2体で上限解放したのがでかかったんだよね、きっと。よしよしよし。まあ、結果オーライ、結果オーライ。うそーん。無効貫通いらないんだって。感動的だね。で、このパーティー気をつけないといけないのが追い打ちはありません。そう、これ絶対に気をつけないといけない。だから、このフロアと、あとジャスティスもいたっけ？そのフロアだけは、追い打ちを忘れると大変なことになりますよと。いやー、そのミスね、絶対ね、何度も負けると、やらかしますから、毎回見ろ、毎回見ろ、根性根性根性。ないね。電源貼っときます。ちょっと右下のトゲ早く消したいっすね。あれムカつくな。短縮だったっけ？短縮はさすがに、かき消しとくか。まだ吸収とかっていないよね。多分。多分ですけど。割と死んだんでね、このダンジョンで。まあ、フドミョンが突破できなくて死ぬことが多かったんで、前回は。前回まではね。あんまりこれ以降のデータはそんなないんですけど、フドミョンにだけは異常に詳しくなりました。とか言いながら、いつ突破すればいいんだっけとか言ってましたけど。ここで自動回復使いたいんだけど、溜まってないんすよね。愚か愚か。でもさっきの炎波がなかったら突破できなかったって可能性もありますからね。全てが間違っていたわけではないでしょう。で、ここ回復残してるとなんか知らんけど発狂するんで、すごい理不尽なんですよ。カエリちゃん、スミレちゃん。ルーレットからも回復が出たりしてると終わるんで、ちゃんとしっかり消して、倒さなくていいよ。倒さないで。お願いだから。火も降ってこないのやばいよね。で、雲もないの？誰このパーティー作った人。ひどくない？で、回復出しちゃうから、これ。怖いね。しっかり消しておこうね。回復してくれんだよ、確か。この次かな？殴っても来なかったはず。倒さんでよ。倒さんでいいよ。そうだよね、回復してくれる。で、自動回復ついたし、そもそもこのパーティーは、回復が生成できるんだから、突っ込んじゃってもいいか。突っ込んじゃう。てか、目覚め消せるやん。ちゃんてみー。優秀だね、君は。そもそもこのフロアにこのルナティックストームがぶっ刺さっていたっていうね。ちょっと雲が厄介なんですけど、突っ込んじゃいたいと思います。いやー、ここまであっさり来れますね。さあ、出番だよ。今回は2名でアシスト解除をします。つまり2回組めばいいんだろ。これ使って、とはいえちょっと木が少ねえか？闇で組んで4ターン。なるほど。なるほどですね。闇で組むのが理想か。闇で L 字組みますじゃ。多分耐えることはできるんで、右上に闇あるとかやめてよ。さすがにない。あと1でしょ？で、これを耐えることができれば、別に大丈夫なわけなんですけど、全然耐えれます。ただ、雲がやばいっす。
雲がやばいっすこれ。雲が大変なことになってます。むっちゃ木あるし上すご。これで無効化になってるわけだ。じゃあ、であとはそこ木にして終わり。このターンはなってるよね。え、なってなかった？今むっちゃ木降ってんな。な、わかんない。わかんない。激減は、マーリーちゃん、いや、使わんでもいいか。ちょっと雲でどうせ突破できねえから。なんで雲耐性つけてこんかった、マジで。2.75。怖いな。めっちゃ繋がってんな。T 字になってる。つまり、これでいい。これさ、3ターンで無効化消えるんだけどさ、突破しないとまずかったりする？するんだったら急がんといかんね。なんでこんな減るの？それも弾けないんでしょ？ガバガバパーティー。でもね、無効化さえ組めてればね、10コンボ行くんすよね、このパーティー。で、落ちコンが入って超根性まで行っちゃうみたいな展開が待っている。すごい盤面綺麗になりました。ありがたいですね。で、のち使って、シーハルク使って、ここで無効化が消えるんですけど、まさかねって思ってます。まさかね。間に合うな、これ。素晴らしいな。こっから一発で吹っ飛ばせれば、何も迷うことはないというか、恐れる必要はない。L 字の落ち込ん、ああ、もう強すぎて。強すぎちゃって。強すぎちゃって。ルナティックストームとかいうスキルが強すぎちゃって。ちょっとこのパーティーに自動回復は過剰ですけどね。正直ね。ただこういうね、ちょっと回復消されちゃいましたみたいな。いや、シーハルクが出せるからあれか。あれやな。出せちゃうからあれってやつやな。いや、なんかな。不安がないんだよな、全然。ここで倒せないとやばいみたいなさ。不安が全然ないわ。それはちょっと怖くなる。話が変わってくる。でも大丈夫だよね。闇が入るとまずいのかな。でも副属性木めっちゃいるからな。大丈夫だよな。一応闇消さない努力はしますが、こんなんでよし。打ってくんなよ。よし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 。で、奴らだよな。出ないんですね。なんでさ、あん時だけウォレス2連とかで引いたのよ。結構痛えな、でも。さすがにこれは貼っとく。もう使う。テミは次だ。ここでテミ使っちゃうと回復なくなっちゃうんだね。回復を消さないって意味では、超越は優秀ですね。さあ、まずは一発目。待って、根性って書いてある。さすがにワンパンはない。根性消える。これディアラでよかったわ。あぶね。他の属性だったら吹っ飛んでる可能性ありましたね。闇が消せなくなった。知ったこっちゃねえな。別に別に知ったこっちゃねえな。それはテミシーハルクか。テミシーハルクでいく。なんなら次じゃない。テミはこれ多分飛ばせるでしょ普通に。そんなテミを使うほどの火力を求めてるわけではない気がする、このフロア。てか、追い打ちもう組まなくていいんだった。今追い打ち組んだわ。いらな。もう何の追い打ち？無駄な追い打ちを組みましたとさ。で、キーラさん、こんにちは。ここもランダムなのかな？待って、根性根性根性。忘れんな。これ消せる。素晴らしくて、それはそれは素晴らしくて、で、テミからのシーハルクで回復出す。ワンパンします。ワンパンさせてください、頼むから。ワンパンで飛んでください、お願いします。え、待って、下手くそ、下手くそ、下手くそ下手くそが、
うわ、ルーレットそういう系か。ずっとやるんだ。根性消えたわ。それは安心なんだけど。うわ、今ちょっと飲まれて焦りましたね。ここに来てウンチングパズドラー登場。まあ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 、あと数ターンでどうせ消せるんで、このルーレット。墓地が溜まれば平気な。弱ー、くめ取ったらいけたな。すごいもったいないことをした。ウンチングパズドラー登場だわ。3ターン無効貫通だって。マリちゃんの裏溜まって嬉しいことあるかな、これ。なるほど、一旦耐えるか。まあ、一発で飛ぶと思えないんで、一旦適当に無効貫組んで根性剥がす。こいつも根性剥がしタイムして。弱いなお前ら。いや、あのパズルを組めなかった僕が一番弱いか。その可能性はあるね。次の黒は怖いんで、ここではめてから行きますわ。ノーチラスをルーレット抱えた状態で行きたくないからね。あと2ターン。うわー、遅延かなんか食らったな、これ。ここもじゃあ耐えまして、で次伊之助使って突破とかかな。いや、あのウンチングパズルはいらんかったって絶対。当たり前だけど、あの過程が必要なことあるって感じだけど。回復は出しておこう。なんか逆にミスりそうなんだけど、これ木になった時ね。オーケー、ボスじゃない。よし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 、威嚇入れ。ないな、さすがにないな。いや、吸収するとかやめてよ。マリちゃん必要ですみたいなパターンが一番ムカつく。さあ、更新します。ロックで降ってくるけど、このパーティーにロックは関係ない。関係ないよね、絶対解除できるもんね。削っていこう。何度も死んだとはいえ、一発でここまで来れんの感動だよね。さあ、通販もあり得る。その変換嬉しいまである。そうだよね、その陣だよね。さあ、裏溜まっちゃうけど、まあいいか。いや、ボスが吸収するかもしれないで使っておきます。これでボスが盾張んなかったら笑ってください。そんなはずないと思うけどね。この後に及んで盾張らんボスとかね、あの光ユリシャみたいなパターンがあると思えないけど、これ耐えないでしょ。さっき水だったとはいえ、このコンボ落ちコンも入っちゃって、ずんどこどっこいしょ。ケミが遅延食らってんな、これ。杉田丸、時空の狭間から別の姿を現した。別の姿、スクルトちゃんではないじゃん。別のスクルトちゃん、どういうこと、どういうことな。危ないね、これ。これさ、ロック解除がなかったらまずかったよ。てかルーレットがなかったらまずかったよ。ワンチャン積んでたよ。まあ、適当に軽減貼って、あとはこの子さえ突破すればな。ここで負けるのが一番悔しいけどな。フラグ立てんな、あんまり。負けるとか言うな、あんまり。ロック大好き。タイム、いや、結構痛いな、結構痛くて。でテミはもう早い段階で使っとく。で回復なくなってもシーハルクが出せるから、うわ、恐れることはないのさ。なんか悔しいけど、まあいいや。適当に消すことによって木が残るとも考えよう。前向きロケット弾でいきます。短縮です。 2.75 気をつけろ、気をつけろ。無効貫はできればでいいぞ。組めるな、さすがに組めちゃうな、こんな。だってここでも軽減できてるから、あそこに余計なことしなければね。 OKOKOK 次軽減消えるけど大丈夫。伊之助さん溜まるね。超根性の時大抵こういうキャラクターは痛いダメージが来るんですが、このパーティーが一番軽減率をね発揮してるのは今の状態ですので、
13?14 組目ってか。声が裏返っちゃう。あ、なるほど。7×6 にするからどうぞってことね。じゃあ、猪之助使う。邪魔をさらして、俺の踏み台となる。後使う。なるほどな。ここマリエル使ってもいいんじゃね?ダメ?でもあれか、どうせもう一回殴ることにはなんのか。で、たまにあるこのマイナス何?なんか泥鏡ない?あるよね、一応。なんじゃ?まあ、花から欠陥パーティーなんですけど、さっきからね。で、めっちゃコンボ加算あるんだったからいいわ。気にせず行くわ。いや、そこの無効貫通はさ、ナッチさん。あなたさ、ルーレットと繋がっちゃいましたみたいな。大丈夫ですね。自分で今ね、やる未来が見えた一瞬。で、回復足りてないけど、自動回復入るんで、これ。ウェイってことですよ。マリエル使っていいわ、さては。マリエル使ってガッツリ組んでいいやつだわ。で、次吸収しようもんならそれがぶっ刺さるんで、それのケアもしてますよと。で、できれば右で組もう。ルーレットからその無効貫通のね、先端が飛び出るみたいなパターンを僕はやりそうなんで。いやー、倒せはしないだろうな。目覚めてはいるけど、回復が弱化で降ってきてるわ。そういえばそうだわ、回復弱化で降るわ。一個しかないもん。危な。なんかもうさ、あの、回復持ってるキャラがいると錯覚してましたね。なんちゅうガバガバパーティー。でもこのガバガバパーティーが今、勝とうとしています。危ねえ。よう気づいた。指が短かったらしいわ。よう気づいた今。ちょ、エフェクトやばい。エフェクトの量やばい。で、回復下がれば大丈夫。危な。今、パズルしてて、なんか指短くないって気づけたんだよね。よう気づいた、それは。逆に、ちゃんと相手がやった行動は見ておきましょうねって話なんだけど。どう?行ったんじゃない?やったか?やったぜ!でもまだあるらしいっすよ。いけるんだね。強かったね、ちゃんてみ。仕事大活躍だよ。暗闇稼いでくれて、アシスト解除してくれて。で、これがね、あの、楓とかに刺さってましたし、使うタイミング迷うんすけどね。たくさん変換するスキルなんで、あの、ループっていうよりかは、ここでっていうところで使いたくなるようなスキルではあるんですけど、このパーティーはまあ、トゲ怖くないでしょうね。回復過剰だし、そもそも。いやー、これねー。多分今こっちのが強いんだよ。頂点星の方が。いいことではあるんだけどね。強いことは。こっちうまく使ってあげたいなー。ウェイの流れがまずね、貴族星に帰ってこんと、何も始まらん気がします。はい。ということで今回はなぜか、まあ、リラフレはね、違ったんですけど、超越の仇をね、進化前で取るっていう、珍しいパターンで終わりました。ちょっと残り時間が少なくなってしまったんですけど、EX もね、貴族星で勝てるらしいんで、頑張ってみようかなって思います。間に合うかはわからん。ということで以上、ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。